じゃあ行きますよ、うん、まず指笛、うん、全く同じぐらいの大きさですね。ほら手を使わずに、あの慣れてきたね、まあ、最近弾いてないから吹いてないから慣れてきたらもっといいです、もっと。じゃあ一緒にせーの、じゃあコツを教えます。こっから有料ですよ皆さん。YouTube を見てる有料ですからね。ちょっとコツを教えてもらって、本当に2年間やってるけど、はい、こう、はい、鼻の間に舌を入れる、はい、溝を作るイメージですね、はい、こう溝をつける、で、はい、こうして穴をつけよう、穴、はい、おー今あのちょっと最近やってないから、練習してないからあれだけど、練習したら、どうしてこういう人がいるかって、例えば昔だったら農作業してる時に、はいお茶よーっていう時にでお茶ってこれで合図するわけですよ。したら手が汚いでしょ、だからこんなやったりで、あの島袋さんの場合はエイサー、エイサーはもうやだからね、もうやだから踊るから、手使うよりこうでやった方がいいでしょ。あと太鼓の人もそうですね、どんなふうにやるんですか、はい、せーの、こんなふうにこれリズムなんです。すごい。じゃあ俺も初めてちょっと、いやそういないんで、できる人いないんです本当に。宣伝します、これ料金もらいました。これが違う、多分島袋さんはなんでできた当たり前さと思ってるんです。僕はね、みんなできるのかなと思ってたけど、ほらほら、そうじゃないんだ、本当これが価値です、沖縄の音色です。もう一回、はい、こんな感じ、うわーすごいな。1週間したんできないぞ、いやこっち2年できないやろ、1週間2年間やってます。で千葉黒さん本当に、うん、1週間でこれ私に教えきれたら、うん、10万円払います、っていうぐらいの価値です。いや価値ですよ、価値も本当本当、いやだけど教えたなという感じは、いや本当本当、じゃあまた仲間どうやるのね、本当本当、いや本当なんですよ。これじゃあ発表します、はい、これをもう一回せーの、はい、これ1週間でこれぐらいまで教えられますか、ね、はい、10万円です。来てください、だから岩手から来ますよ、毎年5、6回でもやらない、やらない、これはやろう、そういうのも、でも今習いたいところが多いわけですよ、カチャ足まで少しちょっと一回カチャ、沖縄の人はカチャ足、カチャ足、はい、カチャ足、はい、優しさ、ヒロミビア、こっちしよう、こっちこっち、優しさ、あっちやんか、元気になるでしょ、まさこさん、ね、なんであのどうやって知らずに、いやいや初めて会うんですよ、ここ2時間ぐらい、もう初めて会っていろんな話して、これからまたちょっと違うとこ行こうか、いやだからどうやって知り合いで、インターネットで、私インターネットでよくやってるんで、インターネットでいろんな人が会いに来ます。まあ宮城しげるさんに聞いたら分かりますよ、してそうで、ね、だから一人でドゥーチュー放送、ドゥーチュー4択、ね、でやってる、ね、ラジオ番組、ね、どっかで歌うの感じではあるな、ね、まあテレビもたまに出ます、なかなかこんな感じで、じゃあまた朝、あ、じゃあ素笛10万円にしときましょうかね。ね、とりあえずね、1週間でできるということで、私が企画しましょうかね、いや本当にそのぐらいの価値があるんです、2年やってもできないんだもん俺、一生懸命で、本当本当、今日コツが分かりました、とにかくあのなかなかこういうふうに